秋田県では梅物いっぱいあるぞ。もう今回はぎゅうぎゅうと美味しさの詰まったとっておきのお肉紹介するぞ。秋田ビジョンネクストスピンオフ、今回のテーマは秋田牛。秋田牛10周年ということで、今日は秋田牛を味わしてくれるお店に来てます。シェフの瀬下さんです。よろしくお願いします。お願いします。シェフは何でも海外で修行してきたということで、今日はそのエッセンスもね、味わいたいなと。まずは1品目お願いします。はい、わかりました。いや楽しみですね。肉食べれます。肉、ね、ちらどうぞ。これはじゃあ秋田牛のグヤーシュです。グヤーシュ。あ、グヤーシュのハンガリーの料理でして、はい、パプリカと野菜と私が厳選したスパイスを使った煮込み料理なんですよ。どうぞ。煮込み料理か、はい、なるほどね、はい、煮込んじゃってるということですけども、どうぞちょっといただきますかね。まずね、すごくスパイスの味がします。スパイスです。あの秋田牛って米を食べてますから肉が甘いんですよ、はい、そうなんですよね。そうですよね、だからほんのり感じませんか、甘み。ほんのりです。なんでほんのりに、ね、しちゃうかっていう。あ、もう一品いいですか。もう一品、別の、はい、すいません。もっと焼いただけでいいんだよ、ね、がっつりいきたいんだから。こちらどうぞ。はい、はい、これは何ですか。秋田牛のスロッピージョーです。スロッピージョー。あ、スロッピージョーってアメリカの料理なんですよ。なんだ、また知らない。スロッピージョー、ま、秋田牛ってね、はい、三等級以上のいいお肉なんですよ。あ、そうですよね、そうなんですよね。そこをあえて贅沢にひき肉にしてトマトと煮込んでハンバーガーのパンに挟んで、どうぞ。なんでそんなことをねしちゃうの。いや美味しいですけどね、うん、美味しいは美味しいんですけれども、なんかもっと僕はがっつりもうただただお肉を食べたかったというか、今収録してるから。あ、収録中ですよ、うん、ね、はい、え、うん、まかない、はい、ステーキ丼でいいよ。それ食べたかったな、それ。秋田牛は今年ブランドデビュー10周年。お米を食べて育った秋田牛の上質な美味しさを皆さんぜひ味わってみては。秋田ビジョンネクスト、本編も見てけれな。